仕方がないは、理不尽な困難や悲劇に見舞われたり、避けられない事態に直面したりした際に、粛々とその状況を受け入れながら発する日本語の、慣用句。ほぼ同義の表現として、仕方ない、しようがない、やむを得ないなどがある。古くは是非もなし、是非も及ばず、せむ方なしなどとも言った。天正10年6月2日、織田信長が投縮する京都市場本能寺が、 反乱軍に取り囲まれた際、これを率いるのが、家臣の明智光秀だということを知らされた信長が、漏らしたと伝わる言葉が、是非も及ばずだった。この言葉にまつわる象徴的なエピソードとして、昭和天皇は、1975年10月31日に、訪米から帰国した際に行われた記者会見において、 広島市への原子爆弾投下について質問されると遺憾に思っておりますが、こういう戦争中であることですから、どうも広島市民に対しては気の毒であるが、やむを得ないことと私は思っておりますと答えている。小林義則の昭和天皇論ではちょうどその時に日米関係は良好であったので、アメリカを避難できるような雰囲気でなかったことが背景だと述べられている。 例えば終戦の御象直で、敵は新たに残虐な爆弾を使用して、貧に向こう殺傷し、と発言があり、広島訪問の際に84名の原爆孤児と会い、頭髪のない原爆孤児を抱きしめ、女性に、ああ、広島平和の金もなり始めたちな、掘る、見えて嬉しかりけると述べている。仕方がないは、日本人の自己犠牲的な悲観性を表す。 表現として多くの外国の著述家によって指摘されている。三の瀬の日本人外にある石碑また、太平洋戦争時のアメリカやカナダで行われた日系人の強制収容において、収容所での絶望感と虚無感を克服するべく仕方がないというフレーズを頻繁に用いりつつ、そのような苦しい状況の中でも、くじけることなく希望を見出そうとし続けていたと言われており、 その精神性は現在でも日系人社会において根強く残っているという。ピューリッツァー賞作家のジョン・ハーシーは1946年のルポルタージュ広島で、広島住民はおおむね核爆弾使用の道義的責任に無頓着であったと知るし、ある被爆者の戦争だったのだから仕方がないという発言を紹介している。欧米のビジネスマンからは日本人の強引さの無さや、 推しの弱さ、諦めが早すぎるといったネガティブな一面を表す概念として否定的に取られることが多くビジネスウィークの記事においても日本経済低迷の一員として書かれている。ありがとうございます。